小学部とかはむずいんだけど、うんうんうん、整形とか別にそんなに難しいわけじゃないっていうことがあったりっていうのがあって、うんはい、総計とかで使うのは、うんうん、解けない範囲で点数取りたいところの分野だけ絞って使うっていう使い方。武田塾チャンネル。お、今回何ですか科目は。数学です。数学、ついに数学来ましたね。いやー、はい、長そうだね、はい、ただね、まあ、はい、数学に関してもね、はい、どういうふうにできるやればできるようになるのかとかね、うんはい、なぜ上がらないのかとかそういうところもね、うん、一からちょっと説明していきたいと思いますので、はい、じゃあね、理系科目一発目頑張っていきましょう。よろしくお願いします、はい、お願いします。ということで、はい、じゃあ続いて、総計レベルの方に行きたいと思うんですが、はいはい、総計レベルに出てくる参考書、はい、まず文系が、出ました。文系数学の良問プラチカですね。プラチカ来ましたね。はい、はい、ただまあその前に入門の方もあるんで言っとくと、はいはい、入門が、品質レベル文系理系数学 1A2B っていう参考書。これはあのマセマシリーズの、はい、実力アップの上ですね。はい、うん、ありますよね。初めから、はい、合格、はい、初めから元気が出る合格、はい、合格実力アップ、はい、品質レベルっていう順番に来るんですけど、はい、まあ、品質レベルってどういうことなんですかね、うん、難関大で品質レベル。そうですよね、うん、はい、優しい理系数学とかもね、はい、難易度ってどう、難易度って難しいって思うよね、やっぱりね、はい、優しい理系数学なんか、はい、何が優しいんだろうみたいな、うん、ね。で、まあ、この品質レベルなんだけど問題数70台ぐらいで、はい、まあ、難関大で取れる問題でちゃんと取っていくためのもの、マーチレベルこなした上プラス、はい、ちょっと上乗せでね、解けそう、ちょっとひねられていけど解けそうだなって問題で取り切るためのものっていう形ですね、うん、まあ、過去問でやってもいいんだけど過去問だとどうしてもね、その解説の部分とかそんなに詳しくないから、はい、まあ、過去問をやる前にちょっとね、ローレベルとかのやつで取れる問題だけでも確保していきたいっていう場合にはこれをまず挟んでおくといいかなと思いますですね。で、これにかかる時間は大体1ヶ月半ぐらい、うん、ですね。はい、で続いて出てくるのは文系数学の良問プラチカ。はい、正直理系でも1位2位に関してはこれやった方がいいんじゃないのって思うところはあるんだけど、うーん、これはすごくよくできてますね。だってめっちゃむずいんで、はい、総計レベルって言ってるけどこれ総計いるのって話なんですよ。そういうレベルなんですね、うん、でっていうのも、はい、総計の中でもやると難易度が結構分かれてるんですね、はい、小学部とかはむずいんだけど、うんうんうん、整形とか別にそんなに難しいわけじゃないっていうことがあったりっていうのがあって、はい、でそう考えた時にその文系プラチカの使い方は、はい、東大とかね目指すレベルだったら一応全部やった方がいいと思うんだけど、はい、総計とかで使うのは、うんうん、解けない範囲で点数取りたいところの分野だけ絞って使うっていう使い方がいいかなと思うんですよ。なるほど、そこは必要なところってことですね、はい、そうそうそう、はい、一応全部やるとしたら 2,3 ヶ月覚悟した方がいいと思うんだけど、1分野2分野潰すだけだったら別に 1,2 週間あれば全然できないことはないわけなんですよ、うんうん、じっくり時間かけたって1ヶ月ぐらいあればちょっと2つの範囲なら終わらせられるっていうのがあるから、はい、だからそういう使い方を、時間ない時にはしていく、やれるなら全部やった方がいいよっていう話ですね。だからこのレベルに入ったら正直もう過去問やりつつで、うん、解いた結果としてできないところをプラチカで固めるっていう方針がまあいいんじゃないかなというふうには思いますね、うん、はい、はい、確かに。で文系はこの上のレベルは基本的に、参考書自体がほとんどない、まあ、心理数学スタンダード演習とかあったりはするんだけど、はい、まあ、それやるよりは過去問を徹底的にやった方がいいかなっていうのはあるんで、はい、基本過去問であとはいいかなと、東大とか受ける場合でもね、うんうん、でまあそこからは正直どこなら点稼げるかっていうのを元に過去問とか徹底的にやり込んで、はい、部分点取りに行って取れるところをミスしないようにするっていう練習が重視にはなると思うから、うん、難しい参考書を追加するって感じでもないんですよね、うん、でもしどうしても追加で参考書がやりたいなっていう場合だったら上級問題成功とか、うん、はい、問題成功の上位版ですねとか、新数学スタンダード演習とか、はい、うん、あたりもあるし、あとは解放の探究とかっていうね、うん、あとハッと目覚めるとかね、はい、っていう分野別のやつとかもいろいろあったりはするんだけど、はい、まあ、これらはもう本当に過去問を解いた結果としてどうしても点を上げたい分野があって、はい、そこが対応できない場合にやったりするっていうパターンですね、うん、はい、なるほど。ルートとして取り入れるってことはするつもりないけど、はい、必要ならやる選択肢もありだよと、うん、まあ、ただ他の教科との兼ね合いと残り時間もあるから、うん、まあ、そこはそこを踏まえて慎重に決めてねって感じですね。なるほど、はいはい、じゃあ続いて理系数学に入ろうとは思うんですけど、はい、お願いします。理系数学は、こちらも、入門総計レベルの入門は品質レベル文系理系数学 1A2B3 ですね、うんうん、
ラブ先生、はい、このね、今回の動画でも紹介したような、はい、なんかいろいろな勉強法とかさ、うん、各教科の参考書とか、はい、いろいろ受験についての情報とか、はい、めちゃめちゃいろいろ載ってるサイトあるじゃないですか。ありますね。あの逆転合格 .com ってサイトなんですけど、はい、それがね、こちらから、はい、飛ぶことができますね。こちらですね。で、まあこれ見てもらえれば本当に滝大塾のやり方全部書いてあるんで、はい、だからちょっとね、文字だと辛いなって人向けに動画もありますね。あります、ね、滝大塾チャンネルっていうね、はい、こちら。そうですね、この登録がこちらですよね。はい、はい、こちらに行ってもらえればね、あの過去の動画も全部見れますので、はい、うん、ぜひ見てもらえればと思います。です、うん、中西さんもう一個ありますよ。おさらになんとこの下、うん、あ下、ね、はい、はい、コメント。あ、そうだね、はい、うん、この動画を見て、なんか疑問に思ったことは、はい、もう僕ら一つ一つ返していきますんで、はい、もう皆さんもう、ね、続々とコメントしてもらえればと思います。はい、はい。